皆さんこんにちは、ゆうです。で今日は皆さんからクリスマスのギフトが届いたので、なのでそのギフトを開ける動画を撮りたいと思います。僕にクリスマスのギフトとか、あとはクリスマスのギフトじゃなくてもお菓子を送りたいと言ってお菓子をくれた人、本当にありがとうございます。今僕の後ろに箱があるんですけど、でこの箱が皆さんが送ってくれたギフトです。これは三脚なので、これはギフトではないですね、すいません。でこういう風にね、皆さんが僕にお菓子とか、他にもね、もしかしたらお菓子以外のものも入ってるかもしれないんだけど、いろいろと送ってくれたの でそれを開けてみたいと思います。本当に送ってくれた方ありがとうございます。では開けていきます。お、今ねすごいの見えちゃった。これはまさか、これはまさかコーヒークリスプじゃないですか。やったー、ね、僕の大好きなコーヒークリスプが入ってました。ほらこれね、本当に好きなんですよ。でこのコーヒークリスプ、僕ね世界で一番好きなお菓子なんですよ。なのでこれ本当に送ってくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。次はコーヒークリスプコーヒークリスプがもう1個入ってました。なのでコーヒークリスプ2個あります。めちゃくちゃ嬉しいです。次、待って、コーヒークリスプもう1個入ってためっちゃ嬉しい。いやー嬉しいな。次ね、次は本が入ってます。本が入ってました。このように本が入ってました。The Graveyard Book です。他には、いっぱい本入ってるよ。本がいっぱい入ってるよ、すごっ。あ、やばい、本がすごいいっぱいある。すごいすごい。じゃあ合計で本が4冊あります。本をこんなに送ってくれました。ありがとうございます。コーヒークリスプ入ってたうわーすごい、見て見て、コーヒークリスプがね4つもあります。じゃあ次はこの箱を開けたいと思います。最近結構ね、いろんな国の人が僕にギフトを送りたいって言ってくれて、でそれでね、やっぱ送料かかっちゃうじゃないですか。でやっぱり日本にね、皆さんが送るときって国際郵便だから結構高いじゃないですか。でそれでちょっと心配だったんですよ。でそしたら皆さんは送料気にしないでいいよって言ってくれる人もいれば、やっぱり送料高いから、だからアマゾンのねウィッシュリストを作ってくれないかって言ってきて、でそれで作って共有するようにお願いされたんですね。だからアマゾンのウィッシュリストを作ったりとかでね、ただアマゾンのウィッシュリストって日本のアマゾンのアカウントを持ってないと、例えばアメリカの人とかはね使えないみたい でそれで直接ね、僕にペイパルでウィッシュリストのものをね直接僕が買えるようにペイパルで送金してくれる人もいたんですよ。だからね、本当にいろんな人がいろんな形でサポートしてくれて本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。え、待って待って、やばい、これやばい、ちょっと待って、今ねすごいものが見えちゃった。やばいよこれ、全部コーヒークリスプだよ。すごすぎるよ。何これ、ちょっと待って、誰だい僕にこんなに送ってくれたの。これさ、本当にちゃんとお礼言いたいんだけど、アカウントとか書いてあるかな、ちょっと待って。でもね、手紙も入ってる、手紙も入ってます。ちょっと手紙開けてみます。メリークリスマスっていう風にね書いてありますよ。ちゃんと見えるかな、メリークリスマスって書いてあります。あ、
Dear you, I hope you enjoy the coffee crisp from Vancouver, Canada. うん、嬉しい、本当に。あ、アカウント書いてある。よかったよかった。これでちゃんとお礼が言える。本当に本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これすごいよ。本当に。え、何これ。コーヒークリスプのミニス。ちっちゃいやつかな。コーヒークリスプのちっちゃいの入ってる。これ、コーヒークリスプだよ、全部。すごくない？すごすぎるよ。本当に嬉しい。やばいな、これ。じゃあ次、開けてみます。あとでね、皆さんにメッセージしますので。じゃあ、この箱を開けたいと思います。国際郵便ってさ、やっぱり、重さとか大きさで送料って決まるんですかね。たまにね、僕が、関税みたいなのをね、払う時もあるんですよ。で、その時に結構金額がバラバラなので、どういう風に国際郵便の送料って決まってるんだろうなって結構疑問に思ってたんですよね。なんか箱にメイドインポルトガル、ちょっとね、英語の発音がなんだろう、ポートガルかな、うん、メイドインポルトガルって書いてありますね。あ、まずはお手紙ですね。なんかね、今ね、すごいのが見えちゃいましたよ。なんだろうな、これ。まずちょっと、これを。これはチョコですね。チョコレートいただきました。ありがとうございます。で、実はね、僕ね、チョコレートめちゃくちゃ好きなんですよ。で、なんでチョコレートよく食べるのかっていうと、で、結構ね、その、クリエイティブな活動をしてるとき、動画編集したりとか、あとはこう撮影の合間とかに結構僕ね、甘いものを食べたくなるんですよね。なんか甘いものを食べた方が個人的にね、いろいろ集中できるような気がして、で、それで甘いものをよく食べます。で、その時に食べるのがクッキーとか、あとチョコレートなんですよ。だからね、皆さんがね、こういう風にね、チョコレートを送ってくれるのは本当に嬉しいです。で、僕チョコレートの消費量すごいんですよ。だから結構たまにニキビが顔にできちゃうんですけど、本当に嬉しいです。ありがとうございます。これ、マトリョーシカかな？マトリョーシカってさ、結構ロシアとかのイメージがあったんだけど、ポルトガルにもあるのかな？それともこれはマトリョーシカって言わないのかな？ポルトガルでは。いきますよ。これがまず、開けると、この顔が出てきます。で、その次が、こんな感じの顔になってます。そしてその次がこんな顔になってますで、その次がよいしょよいしょ、この子です。で、次がよいしょ、この子です。見えるで、お、まだ開く。すごい。あ、もう何もない。これマトリョーシカですよね。マトリョーシカってさ、海外だとさ、どこに飾るんだろうね。日本の家にさ、あんまりマトリョーシカってないからさ、だからどこに置くのかちょっとわかんないんだけど、玄関とか、あとトイレとか、その辺に置くのかな。ありがとうございます。お手紙も本当に嬉しいです。ありがとうございます。お、すごいすごい、ポストカードみたいの入ってるよ。この緑と裏が青の可愛いポストカードです。ありがとうございます。これも後でゆっくり読みます。箱はね、ポルトガルって書いてあったんだけど、よく見たらこれベルギーですよね。これね、ベルギーでした。ポルトガルじゃなくてベルギーですごめんなさい、ベルギーからありがとうございます。なんかね、ここだけね、ここの箱にね、ポルトガルって書いてあったの。だからね、ポルトガルかなと思ったら、これベルギーでした。ありがとうございます。ベルギー、サッカーめちゃくちゃ強いですよね。日本とも試合しましたよね。じゃあ、この箱を開けていきたいと思います。残すところ、箱もわずかになってきました。で、あとさ、日本のテープとなんか違いますよね。海外のテープって。なんかね、
海外のテープの方がこうキラキラしてるというか日本のテープはもっとザラザラしてる感じがするよね。今日はね12月の19日なんですよ。もうすぐクリスマスですね。本当にあっという間にクリスマスが来ますね。で今もねまだ結構クリスマスプレゼントを僕に送ろうとして住所聞いてくれたりとか、ね、いろいろね、なんか買ってくれたりとかね準備してくれてる人がいるんですよ。本当にありがとうございます。僕もね皆さんがこうやって僕にいろいろ送ってくれるので本当に僕も皆さんに、ね、コンテンツを通じてねいろいろ恩返しができればいいなって思います。皆さんのモチベーションを上げたりとか、あとはやっぱり僕はね皆さんに笑顔になってほしいんですよね。僕の動画を見てるときはこうリラックスできたりとかね、あとは楽しめたりとかね、で純粋にねそういうひとときっていうのをね楽しんでほしいんですよ。だからこれからも頑張ります。これは何？こんなものが入ってました。なんだろうねこれ。ちょっと開けてみます。お菓子かな。うわーすごいすごい、これもチョコレートですよ。チョコレートを送っていただきました。あとこちらも、これもチョコレートかな。うん、チョコレートだね。嬉しいな、ありがとうございます。あとこれは、ポストカードかな。ドイツから送っていただきました。本当にありがとうございます。これは、フランスから届いてます。じゃあ開けていきます。まずチョコレート入ってました。フランスのチョコレート？これ、スイス？なんかスイスみたいなチョコレートだね。あとこれですね、これもチョコです。そしてこれです、これもチョコレートです。美味しそうだねこれ。3種類のチョコレート送っていただきました、ありがとうございます。そして次は何これ、なんだこれ、え何これ何これ、すごいすごい、え、なんかめちゃくちゃ可愛いよ、すごいすごい、ほら U って書いてある。こういう風にねシールみたいないっぱい貼ってあるんです。可愛い、ありがとうございます。これ作るの大変だったんじゃない？うん、鳥のステッカーとか、ね、いろんなの貼ってあるよ。わーこれ大変だったでしょう作るの。嬉しいな、本当にありがとうございます。これ大変だったでしょう、フランスからこんなに素敵なものを送っていただきました、ありがとうございます。本当に嬉しいです。これね俺の棚の中に大切にしまいます、ありがとうございます。そして次がこれは、え、あーこれは絵だね、絵を描いてくれました。これね絵はね見せていいか分かんないんでちょっと見せませんけど、素敵な可愛い絵です。じゃ一瞬だけ見せるね、はい可愛い次はこれはお手紙かな。え、お手紙がねいっぱい入ってるよ。これとこれがお手紙一つ目と、もう一個これもある。これもこれなんだ、え、すごいすごい、これも手紙だよ、これも手紙だ、だってもう一個あるよ、これも手紙、わあこれも手紙だよ、すごいよ、ほら3枚手紙書いてくれたね、えびっくり、ありがとうございます。後でゆっくり読みたいと思います、本当にありがとうございます。
あとこれかな、メリークリスマス。I don't know which chocolate is your favorite, so I picked all of them. ありがとうございます。いやもうね、全部食べます。え、何これ。へえ、ありがとう。すごいすごい、ハンドメイド。ハンドメイドだ。ありがとうございます。ね、気持ちがね、めちゃくちゃこもったプレゼントです。本当に嬉しいです。ありがとう。大切にします。これはね、宝物だね。本当に嬉しいな。いやー、なんかね、頑張らないとね、こんなにさ、皆さんに応援してもらえてさ、もう立ち止まることはできないね。頑張ります。さあ、いよいよ最後の箱となりました。かなり長く取っちゃってますね。なんか箱を開けてさ、僕が皆さんのプレゼントに喜んでいる動画だけどまあでも僕はめちゃくちゃ嬉しいのでこちらはイギリスからのギフトです。すごいよ、ほらなんかね、すごいたくさん入ってそう。なんかね、めちゃくちゃいい匂いする。あ、まずはお手紙のようなものがあります。 You って書いてあるよ。で、あとね、ほらトナカイのクリップ、かわいい。これ手紙だよね、きっと。あとでゆっくり読みます。ありがとうございます。これは猫のご飯おやつ、猫のためのご飯だね。ありがとうございます。猫ちゃんたちが喜びます。今ね、猫ね、そこら辺でね、遊んでますなんだこれ、これはなんだ。ん、なんか甘い匂いするよ。お菓子だね、きっとね。お菓子いっぱい入れてくれたね。これはチョコレートかな。そしてこれは多分チップスだよね。すごいすごい、なんかいかにも海外って感じのグミだよね、これ。そしてこれはなんだ、これはコーヒークリスプじゃなくて、何、トーフィークリスプ。何トーフィーって、トーフィーって何トーフィーって何ですか。でもさ、多分これコーヒークリスプと同じ会社だよね、ネスレだもんね。楽しみ、ありがとうございます。そしてフィッシュンチップスって書いてある美味しそう。でこれは何だろうね、これはラブハーツ、ラムネ、ラムネかな。あ、これも入ってました。美味しそうだね、これ。プレッツェル、美味しそう。ありがとうございます。お、そして最後になんとなんとキャットトーイズ皆さん本当にお菓子たくさんくれてありがとうございます。お菓子とか、あとはね、本とかね、猫のギフトとか、お手紙とか、ハンドメイドとかね、本当にいろいろなものを僕に送ってくれました。本当に本当に嬉しいです。あのね、やっぱりね、やっぱり僕いろんな人とね、つながりたいって思ってたんですよ。だけど僕はね、その昔から英語があんま得意じゃなかったし、なんかね、自分がどんなにさ英語を喋りたいって思っても全然喋れないと人とつながれるっていう感覚がなかったんですよ。だけど少し英語頑張って、英語でコンテンツ作ったりするようになって、で少しずつ皆さんとつながりを感じるようになったんですよ。で僕が動画を作り続けて、ポストし続けて、で少しずつ多くの人が見てくれるようになって、でそれでね、こうやって応援してくれる人が増えてきて、本当に本当に嬉しいです。クリスマスが近くなって、でまだまだ僕にね、ギフトを送りたいって言ってくれる人がたくさんいて、
それで皆さんに送り先の住所を教えたりとか、 Amazon のウィッシュリストを送ったりとか、まあ、あるいはね、人によっては PayPal がいいっていう人もいるから、だから PayPal のアカウントを教えたりとかしてるんだけど、本当にありがとうございます。でこんなにね、皆さんの温かい応援を受けて本当に幸せです。本当に本当に幸せです。でこれからも頑張っていきます。皆さんがこうやって応援してくれて、もう立ち止まるわけにいかないじゃないですか。だから毎日ポジティブに頑張っていこうと思います。今回はね、皆さんからいただいたギフトをこうやって開ける動画を作りました。で最後まで見てくれた方、本当にありがとうございます。でそして僕にギフトを送ってくれた方、でこれから送ろうとしてくれる方、本当にありがとうございます。でまた僕に何か送りたいっていう方は、インスタグラムか TikTok でね、で僕にダイレクトメッセージをくれれば、で僕がメッセージをね返せるように頑張ってするので、なのでぜひ何か送りたいっていう方は僕にメッセージください。今回も動画を見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録をまだしてない人はチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。ではまた。